Are you ready? ダイヤだ。今日はドラマチックな男、俺ダイヤが日常の普通の出来事をドラマチックに話そうと思う。信じられないことにアラームが7時半ぴったりになったんだ。昨日の夜寝る前に7時半にセットしたのにだ。俺は眠い目をこすりながら洗面所に一歩一歩足を進めた。洗面所に近づくにつれ、おぼろげな何かがはっきりとした姿になっていく。まさか、そのまさかだった。目の前の鏡にはっきりと俺自身の姿が映ってるではないか。うり二つとはまさにこのことだ。そこに映っている俺は誰が見ても俺だった。俺は水道の蛇口をひねり、奇跡的に出てきた水を顔に浴びせた。バシャ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 。不思議なことに、それまでの眠気が吹き飛んでしまったのだ。そしてその直後だった。俺の右手が自然と伸び、プラスチック製の細長い何かを掴んでいた。これは歯ブラシじゃねえか。さあ始まりました。歯磨き粉を歯ブラシにつけてからの、まずは奥歯を先制攻撃、右奥歯を攻め立てる。これは効いているぞ。おっと、ここで左奥歯へ行こう。ゴシ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 。油断している右奥歯にも再びゴシ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 。右左左右上下下上、流れるようなスムーズな展開で前歯に向かって磨き上げる。そして最後は前歯を高速ブラッシング。ゴシ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 。決まった、決まりました。1分58秒、見事な TKO です。手際よく高速で終わらせる TKO 勝ちです。ということで、俺が朝起きてからの行動をドラマチックに話してみたんだけど、どうだったかな。この後ジョギングするのが俺の朝のルーティンかな。そしてジョギングから帰ってきてレイジを起こす、これが朝一番の大仕事だな。じゃまたな。ちょっとでも興味があればチャンネル登録してくれよな。